大阪府立花園高等学校は大阪府東大阪市にある公立高等学校。生徒急増に対応する47番目の府立高校として1963年に新設されたマンモス校。大阪府で48番目の府立高等学校として1963年に開校した。普通科と国際文化科がある。通称は花高。 開校の初年度11学級550名で募集したが、早720名が入学。以後も1970年代、1980年代の高校生急増期の生徒受け入れ対策により、1978年度1クラス増、1学年12学級になどの移行で増学級を繰り返し、段階ジュニア世代を迎えピーク時のバブル時代1988年と、 翌1989年度には定員1728名まで増えた。国際文化化課は1992年国際教養課として平地され、入試に海外帰国生の入学者選抜があり、若干なだが海外帰国生も受け入れている。なお、1960年代後半の学園紛争の影響で国旗を燃やす日の丸焼却事件が発生。 卒業式の当時の際には、川島英吾がギターで弾き語り、制服も1973年7月1日から、服装の自由化で、標準服となった。また成績評価も100点法から10段階法に、体育祭も、生徒会が中心となって開く、花高祭りに変わっている。1960年頃、大阪府東部の中郷地地方三市で約40万の、 人口を抱えていたにもかかわらず、普通科の不立校は、伏せ高校一校のみのため、地域住民の根強い不立高誘致を受け新設された。なお、同時に誕生した不立校は、花園高校を、はじめ北淀高校、平方高校、大和川高校、美濃高校の普通科五校と、泉工業、茨城工業、東住吉工業、 藤井寺工業の工業高校4校。交渉効果効果は、詩人、岸国蔵による作詞。大阪学芸大学教授、加藤直志郎による作曲。制服制服は、標準服の扱いだが、学校行事や式典、定期講座などの際に、必ず着用。校舎は1960年代の開校直後の、建物が多く、旧体震基準の既存不適格であり。 震度6強の揺れで倒壊の恐れがある。このため2008年度から改修を行った。ありがとうございます。